はい、こんばんはです。おはようございます、こんばんは、こんにちは。今回ご紹介しますのはこちら、ラミン社の万年筆。これわかりますかね。万年筆、ちょっと、たま、ゆらさんといてや。こちら万年筆でございます。はい、こちらね、まだちょっと開封してない新品の状態なんですけども、これ、ま、開けて、こちらインクがあるんですけども、インクがあるんですけども、これインク、標準のインク、ブルーが入っています。ブルーが入って、このスペーサーをこう外して、これをセットして蓋を閉めると、インクがこう回っていくような形になるんですけども、今回はこちらのインクを使わずに、やっぱり男としまして形から入っていくという、男としてじゃ関係ないな形から入っていくということで、こちら、万年筆用のインク、こちらもラミー社のインクを購入しました。ラミー社のインク、こちらで、入れるんですけども、あれ、どこ行った、どこやった、コンバーター、あった、はい、こちらコンバーターですね。これのやり方は、はい、こちらコンバーターで、こちらのペン先の方ですね、はい、ペン先でございます。これにセットして、このポッチリちょっと出てるところがあるんですよ、若干。このちょっと見えますかね、ちょっとぽっちりが、ここにもへこみとかがあるので、こういうちょっと回していくとへこみありますでしょ。これに合わしてセットするような形です。合わしてプツッとこう押し込むと、これで、セットできます。で、実際このコンバーターって何するものかって、インクを吸い上げてるもんなんですけども、こちら、こうやって注射器みたいな形で、チューッとこうね、注射器みたいな形でこう回すと、こう上下するんですね。これでインクを吸い上げるんですけども、これ、まあ、下まで下ろしてから、インクのボトルにつけて、くるくるって回して上まで上げるんですけども、まずその前にこのペン先にセットしとかないといけないですね。ペン先にセットしてからこれを下ろします。で、ここから、インクにセットするんですけども、ちょっと画面切り替えますね。ちょっと一旦止めて画面切り替えてやります。はい、それでは先ほどの、ラミー社の、これ画面入ってるかな、ラミー社のインクを、補充したいと思います。ただこちら、便利になってるのが、これちょっと変わってるのが、ここ普通インクこう吸い上げた時にインクを拭き取らないといけないんですよ。先端ここら辺汚れるので、それがこういう形で、ロールペーパーのような形でついてるんですね。で、こちら裏側はキッチンペーパーのような感じ、これ映ってるかな、裏側はキッチンペーパーのような感じで、でこちら側は防水加工されてるような形で、インクが手につかないような形でされてます。ですからこんな感じでね、インクボトルはこんな感じでペコーンってはめて、で、これをミシン目でこう切り取る。これ置いときます。で、実際吸い上げます。見えるかな？吸い上げる際は、このインクの先、この金属の部分は全て使うような形で、全て使って、こう、これをくるくるっと回して吸い上げるんですね。で、これちゃんと使ってなかったら空気が噛んで吸い上がりませんので、全てきっちり、これ僕初めてなんですよ、これ今やるのね。こうきっちりつけて、くるくるくる
回します。あ、逆かな、こっちか、回したらインクが上がってきました。でもう一回これ 2,3 回繰り返すらしいんですよね。 2,3 回繰り返すときっちり補充されるらしいんで、はい、きっちり補充されました。で補充されてから 2,3 滴ちょっと落とすらしいんですよ。これぐるっと回してまたもう1滴でいいや、2滴落としましたね。でここをに汚れついてる、インクを拭き取っていただくというような形。ちょっと拭き取りが足らんな、拭き取りのペーパーが足らんな、転がっていった拭き取りのペーパーが足らんので、ちょっともう一つちぎって使いたいと思います。こちらで拭き取ります。はい、拭き取りました。綺麗になりました。でこれでこちらの、後ろキャップをはめていただいて、あとはもう書くのみ。これキャップちょっとキャップしますね、はい、これいいでしょう。なんかデザインがこうかっこいいですね、これ。ちょっとね、書く紙があんまりここにはないので、これで書いてみたいと思います。ええ感じですね。これ色はブルーブラックでございます。万年筆特有のブルーブラックっていうのは酸化鉄が入ってて、劣化、文字が消えにくい、経年劣化で消えにくいっていうことですね、このブルーブラックに関しては。でこの同じブルーブラックでも、このカードリッチインクの方には酸化鉄は入ってないので、経年劣化で消えやすいという材質になってます。こっち側は酸化鉄入りということで、経年劣化で文字は消えにくいという性質を持っております。うーじーみたいな感じでね、めっちゃ書きやすいです。スラスラ書けますね。書きやすいです。ということで、こちら、ラミー社が見えますかね。ラミー、これちょっと感謝して見えへんかな。ここの方が見えるかな。ラミーって書いてあるんですけどね。ラミー社の、ラミーサファリ、アマゾンで購入できます。私は、プレゼントでいただきました。ありがとうございます。では、バイなら。バイなら。